作ったゴーレム、あの正気、おそらく魔物に乗っ取られています。魔王の手先となったゴーレムを放置できません。リンク、共に戦ってください。行きましょう。必ずここでゴーレムを食い止めます。うまく使えないでしょうか。予備の腕まで起動しました。気をつけて。このままだと一方的にやられてしまいます。こちらも遠くから攻撃できないでしょうか。
私は誇り高きゾナウ族にして魂の賢者、そしてゼルダの思いを知りあなたに合力する者。ミネル。やっと会えましたね、リンク。ありがとう。あなたのおかげでこうして秘跡を取り戻すことができました。本来であればあなたがプルアパッドを手にすると同時に私も目覚め、あのゴーレムに魂を宿して導くつもりが魔王の手先に乗っ取られ妨害されていたのです。それをあなたは自力で私までたどり着いてくれた。リンク、手を。魂の賢者ミネルの名において力を授けましょう。さあ受け取ってください。私とあなたには深い縁が結ばれました。これからはあのゴーレムに魂を宿しあなたの力となりましょう。遥かな過去、神の末裔ゾナウ族は大いなる英知と共に天より地上へと降臨しました。神の遺産、持つ者の力を倍化させる秘宝、秘跡を携えて。私の弟ラウルはゾナウの術をもって民を導き、そこで出会った地上の娘ソニアと結ばれました。ラウルはソニアに一つの秘跡を送り、そして二人は大地に国を起こしました。ラウルが王、ソニアが王妃となった王国の名はハイラル。二人は多くの民と共に繁栄の礎を築いていったのです。しかし突如悲劇が訪れました。砂漠より現れた邪悪なる者、ゲルドの頭目ガノンドロフがソニアの命を奪い、彼女の秘跡を手に入れたのです。ガノンドロフは秘跡の力で人から魔王へと変貌を遂げ、あまたの魔物を生み出し世界を襲いました。ハイラル王国は襲い来る魔物たちと懸命に戦いましたが、邪悪な力に押され窮地に立たされていったのです。ラウルはその状況を打開すべく一つの策を講じました。力ある戦士たちに秘跡を託し、賢者となった彼らと魔王ガノンドロフを倒そうとしたのです。数で勝るラウルたちは魔王を打ち果たせるはずでした。しかし、魔王の力は想像をはるかに超えて膨れ上がっていました。私は
その猛攻の前に倒れ、もはや我らに勝機はありませんでした。そしてガウルは、最後の手段を決意したのです。その慢心が命取りぞ、ガノンドロフ。侮るな。もとより引く道など持たぬ覚悟。ラール様！我にとっては万年も瞬きと同じ、何も変わらぬ。いや、悠久の先、貴様を討つ者が必ず現れる。大魔の剣を持つ剣士リンク、この名を忘れるな。ではその剣もあなたと同じように時を超えてきたと。はい、元いた時代で私は見たのです。このマスターソードが砕けながらも魔王に傷を負わせたところを、我らの力がまるで通じなかったあの魔王に、しかしその剣で何をしようというのです。マスターソードは聖なる力を満たし続けることでより強靭な剣として再生します。確かに再生と強化が可能なのであれば魔王に対する切り札になり得るかもしれない。しかし魔王に対抗できるほどの力を持たせるには長い長い時間が必要でしょう。それほど途方もない間聖なる力で満たし続けるなど一体どうやって。方法はあります。まさか。はい、あの術で私が。言ったはずです、あれは禁断の術、人を捨てるということだと。それをあなたは。ミネル様、もう人には戻れないのですよ。
剣を手にした時、確信したのです。私はこのために時を越えてきたのだと。私はマスターソードを復活させ、リンクに届けたい。わかりました。決意は固いようですね。こたびのことは我らゾナウのおごりが招いたも同然。私も残された命のすべてをあなたの言う勇者リンク殿にかけ最善を尽くしましょう。我が肉体が滅びようとも魂の続く限り。
っ